今回はボッチザロック映画化決定に対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。劇場版総集編上映決定、2024年春予定。総集編だからアニメのまとめみたいな感じだよね。コンテンツの火をできる限りつなぎ止めてやるという意思を感じる。2期は動いてるな、この様子じゃ期待ができるぜ。総集編そういうのもあるのか。2期ほぼ確定じゃん、こんなの期待して待とう。2期までのつなぎかな。つまり2期があるとライブシーンがただただ楽しみ。2期はいつかな。映画の音響でライブ聴けるの最高かも。8話はエンディングの入り含めて最高だから、どうなるのか気になる。総集編って見たことないけど、エンディングは一個一個やらんよね。鬼滅の遊郭、刀鍛冶のやつはやってたらしいぞ。あれは全部で4話、遊郭編ラスト3話足す刀鍛冶編1話だったからちょっと状況が違う。12話全部エンディングはつけてられんと思う。次が思ったより早くてびっくりしてる。2025か2024の末くらいに2期あるかもね。尺の都合でいろいろカットされそうではあるが、まあ何にせよ待つしかないか。久々に総集編見に行ってもいいかな。2期やれたらいいな、くらいに思ってたのが想像以上のビッグウェーブが来たもんだから。2期作れ、曲作れ、発表するまでなんとか工数は少なめで話題維持すんぞ、みたいな怒涛の動きを感じる。頑張れ頑張れ。2期まで絶対に燃料を途絶えさせない意志を感じる。地味に映画化まで行けたのやばくね。今までの人気から言えば妥当ではある。ただそこまでの人気になってるのがすごいって話なら間違いなくそう。まあ楽曲制作とかもあるだろうし、2期まで間空くのはしゃあない。映画館の音響で曲が聴けるのは嬉しい。ふへへ、見に行くか。何よりも曲を映画館音源で聴けるのが最高に嬉しい。絶対見に行くわ。ああそうか、劇場の音響であのぼっちちゃんのソロが聴けるのか。劇場の大画面で推しを見れるのめちゃくちゃ嬉しい。4人揃うまでを一気オープニング裏で流しながらダイジェストの可能性も。総集編だから新しい何かを期待するのはあれだけど、単純に劇場の音響でライブシーン見れるのは楽しみだな。劇場の音でライブシーン見るの楽しみすぎるな。おい、劇場シアターで聞くぼっちちゃん帰省練習音 4DX。 皆さんはボッチザロック映画化決定に対するみんなの反応をご紹介します。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。